えーとまあ今日はいろいろありますね。えー、先ほど女子フリーが終,わが終わった後なんですけども、まあ、今夜です。まあ、外の状況を見ていただいたら分かる通りカーテンの下ですね。で朝からちょっといろいろありましたね。こういうふうにベルトがちぎれました。まあ、朝急いでいた っていう部分もあるんですけども、まあ、だいぶ弱っていた部分もあったんでしょうけども、これね、あの、バックルのところから外れて、こう、取れたんじゃなくて、ここで完全に断線してるんですよ、ベルトが。これだけ分厚いものが。だから、ちょっと、まあ、糸でつなげてる部分のようにも見受けられますし、 いやまあ、これは縫い目でしょうね。ここであの中央のところであの返しをつけて、だからここの素材自体は繋がってたはず。ベルトが引きちぎられてるんですよね。まあ、僕が朝急いでいて、まあ、ベルトを閉めようとした。まあ、ベルトをもう一本持っていたので、まあとなきをいたんで、まあ、もう一本買っておいた方がいいなというのがまあ率直な感想ですね。で、 まあ今日は昨日の晩に戦国父母は入局してたんですけども、今日の朝、えー、アプリを開いて遊んではいません。で、裁判所に、えー、以前の裁判、えー、当社で、えー、処、ま、理、あ、を、えー、購入して、まあ、300円ちょっと、 どうですか、ね、400円ぐらいですかね。1枚20円なので、えー、結構高いです。で、裁判所のコピー機は。で、えーまあ、申請をしていて、その申請が通る時間、待ち時間の間に、神戸市中央区の大倉山図書館へ、る、え、み、ー、区の、えー、集合住宅の、えー、一段、まあ 大体約85ページほどあるんですけども、あの、1ページ目と2ページは、その商業施設なので、そこはもうコピーしなくていいと思うんで、まあ、3ページ目から87ページまで。まあ、以前一部4枚ほど、え、まあ、見本として、印刷してたんですけども、それ以外のところも、印刷しに行ったので、まあ、計81枚、コピーして、まあ、それで810円ほどですね。あとは、 まあ、もちろん交通費は実費なんですけども、ええー、実費で、明石まで JR で行って、で、明石からの、ええー、明石川の、ええー、撮影ですね。どこに河川水門解式玉発電を設置するのかで、今日帰ってきたらその撮影した内容、をエクスポート動画のつなぎ合わせで、で、まあ、急いで、ええー、 対応して、女子のジュニアフリーが19時5分から試合開始で日本人選手、まあ主張選手は世界中で6人なんですけども、ジュニアの部で、えー、3人目から日本人選手が、えー、3、4、5番目として、 まあ出場すると。まあそれに対応していましたね。頭の中はしっかり渡せていたつもりですね。まあテレビの画面がないんでね、あのー、なんとも言えないですね。で、その後、女子、えー、グランプリファイナルでショートが始まりました。まあ 最初のうちからまあ日本人選手もこけましたし、その後の海外の人たちも全員演技失敗してるんですよね。で、こちらもあの頭を渡すことだけに集中していたら良かったんですが、まず日本人選手に。まあそれがまずうまくいってない。で、まあこれ、 まあ他の選手も影響を受けてる可能性が高いんですよね。で、まあ坂本選手に関しても、最初頭の中でよぎってたのはキ平ーラ選手だったんですね。まあまあ、まあ以前出ていた選手で。で、まあ今は坂本選手だであると。まあその名前のチェックとかね、も,ものすごく毎日あのバタバタしてますんで、あのー、スケジュールが詰まってるというか、しなければならないことが多すぎますんで、 まああのー、まあ、あ、そうだそうだ、坂本選手だったっていうことを思い出して、えー、まあ坂本選手はねあの、あくびしていた時の映像を映ってたんですけども、たぶん紀平選手を僕は頭の中でね、えー、描いてしまった。まあ頭の中をよいったと言った方がいいんでしょうね。まあそれで、ああそうだそうだ、訂正坂本選手であると。 日本人選手の,あの女子で他の選手でも4回転トーループを跳んだことがある選手とかなのにあの普段できていることが2メ、えートもできなかったとで海外の方もできていなかったともうこの時点で何かあると思った方がいいんですよね、もう朝,朝のこのベルトがこんなに引きちぎられるような現象、まずないですからね、別に僕はそれ引きちぎろうと思って思いっきり引っ張ったわけでもないですから。 これあの、両面を縫い合わせてるだけで、ベルト自体は、これ、もともとつながってるものですから、バックルが取れたわけではないです。まあ、何回も言いますけどね。だから、まあ、バックルって言ってる、まあ、ここ、目いっぱい、まあ、何か空物か何かでね、こう開けたら開くんですよ。で、ここをね、あの調整したりとかできるんですけどもあの、そういうことではないと、完全にやっぱりちぎれてると。 まあこの時点では何かあるんでしょうね。まあ坂本選手なんかはその辺のところ、うまくあのまあ読み取って、2回転のアクセル、2回転半で対応した。 まあ、無難に演技をまとめてきたっていうところで、まあ、読みは聞いていた、坂本選手の読みがというところでしょうね、今日の1位のところは。で、まあ、あの、これは別行さんにお伝えしたいんですけども、まあ、戦国父母の方も、まあ、入局する時間が、例えば、もう今、日本時間で22時過ぎなんですけども、これでもう、あの、23時に出れるようにするとかね、 まあ白旗をすぐ使えるようにあの入局して、鉱石稼いだ後すぐにその日のうちにね、日本時間で切り上げたいっていうのもあるんですよね。何が原因なのかちょっとよくわからないんですよ。あの、今日遊んでないことは事実なんです。以上です。あと先ほどの動画の続きなんですけども、ちょっと忘れていたのが、 今日、その、たるみの住宅のところのコピー、えー、集合住宅ですね。えー、そちらの前輪の地図をコピーしていた時に、まあ、慌てていて、えー、まあ書類で、コピーした後の書類でちょっと指切ってしまいましたね。指の間なんかは。まあ、これは大したことじゃないんですけども、まあ、私の方でも今日はいろいろありましたね。 そのベルトの剣も含めてね。で、あと、女子、えー、グランプリファイナルのフリー、えー、今、縦に撮影しますけども、何かね、途中から縦型でしか撮影できなくなったんですよ。これも何か変です。ちゃんとこうやって横を向けたら、あの、撮影する前にこう横を向けたらね、あの、横で撮影できるようになるんですけども、それを何回試してもできなかった。縦でしか撮影ができなかった。 でジュニアグランプリファイナルでは日本の選手が優勝している。で、このスマートフォンは韓国製なんですよ。だから、あの、特別、誰かが嫌がらせをしてるわけではなくて、その、うん、まあ、AI の稼働によるものだと思うんです。だから、この辺のところが、まあ、全員が、あの、 こういった現象に関して、コンピューターからね、えー、何か阻害を受けているっていうところを認識しなければならない。で、まあ、中国製のこのレノボなんですけども、まあ、撮影始めたりしたら、こう、ちゃんとね、稼働するんですけども、まあ、証拠、ばれたら困るからっていうことでね。で、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。打ち間違えた。で、 で、あの、今さっきパスワードを打ち込んでたんですけども、自分一人で打ち込んでいたら、打ち込んだ文字一つ一つ一瞬表示されません。で、先は表示されてなかったでしょで、撮影が始まった時に、この内容はアップロードした時に、この人の暗証番号がバレるとかいうことで、一応そこはコンピューターの判断で、ああいうふうにブロックがかかるんですよ。言ってることわかりますかねこう、打ち込んだ時に最初、例えば、えー 6だったとしたら、6は一瞬見えたりするでしょう。僕の普段のパソコンはそうです。だからみんなそういうふうな影響力の下で生きているっていうことになるんですね。あまあ、あのー、あとは今日の女子フリーで他国の選手で、まあ、あの、蛇を題材にして、えー、演技されていた方がいらっしゃったと思うんですけども、まあ僕は蛇年、 生まれであるからこそ、そういうふうに、あの、選んでくれた方かもしれませんけども、まあ、ちょっとね、あの、私の方も、今日のこの現象このベルトの件とかで、まあ、その、こういうふうな、あの、書類を、書類で、あの、間切ったり、指の間の手のひらのところを切ったりだとか、まあ、いろんなことが起きていて、女子、ええー、 フィギュア、ショートも坂本選手以外の人たち全員演技。えーまあ、日本人の選手も、まあ、私が頭の中渡そうとしてたんですけどね、うまく渡せなかったんですよ。ブロックがかかってるかのようで。で、んチョイスを間違えて、まあ、ずっと頭の中を渡すような形であの対応していればよかったんですけども、ジャンプする瞬間にあのこちらが耐えるとか、何かそういうワードが頭の中よぎってしまって、 で日本人選手ししててまってるんですよだからまあ今までの経緯でいうと、まあ、これだけさまざまな内容に関わっていて淡井圭佑に対してまあお金を1円も払ってないっていう部分とかもあってだからフィギュアスケートの選手としての立場としては。 だから、淡いケース系にこれ以上我慢させてはならないだとか、まあそういうような立ち位置だと思うんですよ。まああの、まあ、あのーまあ、気遣って、そのこちらのことを気遣って、その日本との友好関係とかで、その蛇を題材にした振り付けをされている方がいらっしゃいましたけども、まあその分はしっかりと淡いケース系の方に、えー 受け止めています、えー、この件を伝えておいていただけますか。まあ、あの、ただもう、あの、どうしようもないときはどうしようもないんで、みんな神がかり的な時間の中で生きてるんで、あと、電波の往来とね、で、コンピューターも神がかり的な力を身につけてると。これがこの社会の現実ですんでね、あの、 まあ最終的に坂本選手は、それまでの選手が全員、何かしら演技失敗している時点で、これは何かあるという判断で、これはあらかじめ言ってるんですよ、日本のフィギュアスケート界にも、他たほうの方も、知られてる方は知られてると思うんですけども、そこはね、無難にそのダブルアクセルにまとめたりだとか、ああ難易度をちょっと下げて対応するとかね、そういうふうなあの形でえ対応されてましたね。 だからまあ、それも一つの方法ですね、全体的な状況を見ながら、みんなあの、お互い、えー、影響を与え合っているっていうのが、これが、えー、現実です。以上です